野崎は日本海軍の特務官、雑役船難海として巡航、後に運送官に類別された。片切大事の研究によれば、官名は大分県最期湾の野崎花にちなむとされる。軍需部の要望として、冷凍品や生家品の補給と、魚場で直接買い付けた魚をその場で冷凍し、供給する感があった。 そこで、昭和14年度に小型と中型の冷凍船を、それぞれ一隻建造し、比較検討することとなった。小型船の方は、トロール船の建造経験が深い三菱重工業、下関造船所で、雑益船として建造され、冷凍船に類別された。船体は三等型とし、戦争には肉、魚、野菜など、合計235立方メートルの冷凍庫を、 設置、3000人10日分の生か庭品が冷凍庫で約2ヶ月間保存できた。生か庭品の養殖のために全部マストにデリックを1トン1本、3トン1本の計2本を装備した。後部には小さい雑品倉庫があり、後部マストにもデリックを2本装備した。兵装は艦首に砲台を設け8センチメートル、単装広角砲1門を装備。 その他7 7ト、mm、ル機銃2丁も装備した。全体として、民間のトロール船や冷凍船と大きな違いはないが、海軍の補給船として、兵器、補給用マミズを搭載し、民間船より速力があり、乗員が多いなどの違いが出た。中型冷凍船との比較の結果、艦型が小型すぎるとして、同系艦は建造されなかった。 1941年3月の完成当時には、冷凍運搬船として使われる予定であったが、艦隊への食料補給などを行っていたため、艦種変更を受け艦名を除きとされた。大船中は、高尾から香港、海南東方面への補給に、従事、1944年後半には、 護衛艦としての役割も担うようになり12月28日に沈没した。坂野正美予備隊員、1942年4月1日から1942年11月20日、石井留吉予備隊員、隊員、1942年11月20日から1943年7月20日、磯村留夫隊員、 1943年7月20日から1944年12月28日戦士、同日付任海軍少佐海軍造船技術、概要 P915 では、漢本式23号港6型ディーゼル2機となっている。ありがとうございます。